こんにちは、ハワイトーコナです。こちらですね、アイランダーイン、今噛んだ、アイランダーインですね。アリードライブ沿いにあるウォーターフロントの、小さなコンプレックスなんですけれど、こちらの物件を、撮影した、まあ、ついでにというとあれなんですけれども、ちょっと敷地内をうろうろしてみようと思います。このコンプレックスは、全て借地権物件なんですよね。借地権っていうのは地代を払わなきゃいけないんですけれども、月額の地代ですね、だいたい200ドル300ドルぐらいなんですけれど、それから借地権の期限が決まっていることです。アイランダーインに限っては2079年ですね。あ、バナナがタワーになってる。2079年になると何が起きるかというと、基本的には、あなたのものではなくなるということなんですね。まあその分、じゃあ何がいいのよっていうことは、日本語変ですね。何がいいかというと、お安いですね。価格がその分、抑えめになります。海側のユニットは本当にいいですよね。こちらずっと続いてるんですけれど、クワキニハイウェイの方まで続いてるんですよね。先ほどご紹介した物件は海側だったんですが、オーシャンビューはいいですよね、やっぱりね。アリードライブ沿いにあるオーシャンを望めるユニットはとっても素敵です。こっち駐車場ですね。全部で何ユニットだろう、ちょっと後で、概要欄に貼っておきますね。あの先がクワキニハイウェイですね。すんごいどうでもいいんですけど、30年ぐらい前、うちの夫が昔ここに住んでたことあるって言ってました。めちゃくちゃ狭いんですけどね、いわゆるワンルームなんですよ。ワンルームに野郎5人ぐらいで住んでたって言ってました。今ね、アリードライブ側に来たんですけど、今回の売り出し物件はそこなんですよね。やっぱり海側物件いいですよね。今回の物件はご紹介したのはあそこです。中庭がね、こんな感じであって、目の前はドドーンとアリードライブでございます。まあこんな感じでね、コナアイランダーイン、短い動画でございますがご紹介いたしました。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではまた。